声優わちゃわちゃ特別編。俺はこんなところで終わりたくないんだよ。ならシングルスで俺に勝ってみせろよ。いいですよ、でも勝つのは俺です。29日土曜日にスタートするテレ朝オリジナルアニメ、リーマンズクラブ出演声優さんが参戦。バドミントンの実業団を舞台に熱い人間ドラマや臨場感たっぷりの作画で描く本格スポーツアニメ、リーマンズクラブ。今回この3人が挑戦する企画は、気持ちを合わせて告知ゲットチャレンジでわちゃわちゃ。そんなこんな長かったけど気になりますけどね。リーマンズクラブといえばバドミントンです、バドミントンといえばダブルスで見られるバディとのお互いを分かり合う気持ち、ということで、これからアニメに関する質問を行います。なるほど。3人の回答が、揃えばクリアということです。難しいな、3人全員か。純也君と僕はね、アニメの中で、元バディのキャラで、野島さんのキャラはライバルチームで、そうなんです。ここ心合わせられるか。いや、もう合わせていきたい。でもここも元だから、もうじゃあここチーム無理じゃないですか。5問中1問でも3人の気持ちが揃えば告知ゲット。それでは参りましょう。お願いします。第1問、ドラえもんの秘密道具といえば。ドラえもんの秘密道具といえば何かっていうのを同時に言うってことですね。なるほど、なるほどね。いや、どっちかなんだよな。まあそういうことだよね。いや、わかります、わかります。どっちかだ。どっちか。ちょっと待って。いや、ま、やめましょう、やめましょう。ドラえもん知ってます。おかしくなってくる。行きますか、もう行きますか。行きましょう。はい、行きましょう。せーの。タコデートふざけんなよ。誰か一人違っただろう。え、タケコプターなの？でもやっぱ歌で、はい、はい、タケコプターって言うから。いやいや、2番はどこでもドアよ。なんで2番？なんで2番なの？なんで1番？アニメで流れてんの1番だろ。いや、ごめんなさい、ごめんなさい。なるほど。第2問、スラムダンクの名台詞といえば。おー、いや、多すぎる、多すぎる、多すぎる。でも、もうあれかな、全部なの。俺あんま詳しくないんだよね。やばいじゃないですか。どっちかだよね、2つあり。また2つあるんだ。この場合1つだと思うな。え、2つ、あ、はい、じゃあ、いや、行きますか。いや、でもこれ行きましょうね。せーの、ボスがしたいです。そこで試合終了ですよ。ボスがしたい。安西先生、バスケがしたいです。これもバスケがしたいです。で、待って、この場合諦めたら試合終了ですよじゃないの？え、いや、なんでこの場合？あ、まあ確かに、なんでこの場合？なんで？いや、もう一個天才ですからか、どっちかかな。それさ、でも俺もう一個がまるで成長していない。いや、それはあるけどさ、安西先生のね。教え子が海外に行って、それを久々に見たらまるで成長してないと思ったシーンね。第3問、ワンピースの必殺技といえば。いや、俺ね、ワンピースね、あれで止まってる、あの手の執事みたいなやつ。まさかのキャプテンクロー。嘘。それかも。ちょっと考えさせて。あれだよね、必殺だよね。必殺ですよね。あ、わかった、代表するのでいいですよね。わかった、そうそう、わかりました、行きましょう。いけますか、大丈夫ですか。オッケー、はい、せーの、ゴムゴムのピストル。ジェットピストル。え、いいんじゃない、これは。今僕はジェットピストルって言いました。ギアセカンドね。はい、いや、ギアセカンドか。知るわけないんだもの、知ってるの。ギアセカンドだって無理だもん。ごめんなさい、簡単だよね。まるで成長してない、知ってたから知ってると思って。変なとこ知ってるな。第4問、ドラゴンボールの名台詞は。これはもうドラゴンボールはめっちゃ見てる。めっちゃあるくない？名台詞っていうか、多分印象に残ってるやつでいいんじゃない？ドラゴンボールといえばでいいんじゃない？あ、そういうことですよね。
のドラゴンボールのキャラがいたもん、そうか、OK、だとしたらあるわ、だとしたらあれじゃない、OK、はい、じゃあいきましょう、せーの、クリハメハちょっと待って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 、これみんな違った、もしかして今全員違った、ちょっと一人ずつ、カメハメハ、あーまあそうか、技でそこだわ、でも揃うとしたらえクリーンのことか、まあわかる、名台詞だよね、でも野沢くん、オス、オラ、悟空、いやわかる、ああわかるわ、野沢さんのアドリブだという話ですよね、オス、オラ、すごいな、ね、と全く揃う気配なく、いよいよ最終問題、告知ゲットなるか、お願いします。第5問、新世紀エヴァンゲリオンの名ゼリフといえば、いやー、俺好きすぎてさ、名ゼリフだとあれしかない、え、オッケー、1個だけ合わせていい、うん、何を、最後だし、もういいよ、シンジ君のセリフにしない、あーいいよ、はいはいはい、やっぱそうですよね、そうだよね、いいよって俺が決めることじゃない急に急にエヴァの何なんだ、急に決定権が、エヴァの何なんだ、いいよいいよ、出題者みたいなテンションだね急に OK よ、すいません、いいですか、すいません、いいですか、いいですか、行きましょう、せーの、逃げちゃダメだ、おっしゃー、おっしゃー、やったー、よかったよかった、やっぱそうだよね、シンジ君と言ったら、と言ったらやっぱりまずは逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだということで、ということで告知ゲットでございます、おめでとう、おめでとう、シンジ君ありがとう、最後のエヴァの拍手みたいな、拍手ね、おめでとう、エンディング最終話ですね、おめでとう、おめでとう、おめでとう、告知内容は、えのき純也生アフレコ告知、いや、よくわかんない、生アフレコ告知、ねえ、そういうこと、斬新ですね、斬新っていうか、斬新っていうか違くないやっぱりその、はい、アフレコをしてもらうことで、はい、このリーマンズクラブの、ね、魅力を知ってもらおうということだと思いますけれども、はい、アフレコをしてもらうのはですね、リーマンズクラブ1話の鍵となる、純也くんが演じている白鳥美琴と美希さん演じる、宮澄立、はい、ベガバディになるかどうかかけて戦う、そんなシーンですね、うん、シャトルに食らいつく宮澄に対して、白鳥の心情があふれるいいシーンですので、ぜひご覧ください、どうぞ。パワーで押し切る突破力と、どんな球にも反応する守備力、単純かと思えば角の花一面もある、やりづらい、さてもう後がないな、ここからです、はい、やっぱ恥ずかしくなっちゃうねいやでもなんか音入れ初めて聞いたんですけど、はい、この SE とかも含めて、はい、バドミントン の、 そのガットとシャトルが当たる音、このスマッシュだとパチンって高い音が鳴ったりとか、軽く当てるとポンっていうような、ちょっとやっぱ音の違いがめちゃくちゃリアルで、おすごい、生アフレコ告知って宣伝になるんだねすごいいいコメントだったね、いいかもしれない、素晴らしい、えのき純也、八代拓、野津山幸宏からお知らせ、テレビアニメリーマンズクラブがいよいよ放送スタートとなります。バドミントンの実業団チームを舞台に、サラリーマンとしての日常とスポーツ選手としてのドラマの両面を描くかつてない作品で、僕は主人公白鳥美琴を演じております。僕が演じる立花東は、美琴とかつてペアを組んでいた親友なんですけれども、今は別のチーム、美琴と別のチームに所属しております。2人の関係にも注目でございます。僕が演じる夏木りおも別のチームの選手で、美琴たちのチームと熱い試合を繰り広げます。よろしくお願いします。見てね。実は私、並川大輔も出ております。29日土曜日放送開始、ぜひ見てね。